リフィッシングの魅力ってどんなところにあるんですか？やっぱですね、上にトップに出てくることですかね。でっかいルアーに、を投げて、で何もないで立ってしたところからいきなりあんなでっかい魚が上に出てきて、ルアーを振っていくその魅力、あとまあ出づらい時もシンキングで釣れたりとか、やっぱりこうなんか引く力ですよね。それをすごいもうずっとやってて、もう毎回毎回この時期になると釣り GT が釣りたくてしょうがなくなるっていうか、まあそれがまあ GT の醍醐味ですかね。乗ってない。わあ、すげえ。よし乗った。37m ね。はい。比べるべ。前はあれよ。はい。ナイス。ナイス。あ、いっぱい群れ取ったよね。群れ取った。真っ暗やったよ。もうちょい下げて。真下入る。下げてえ
強い。はい、壁。おー、でかいか？あー、あー、ごめん、抜けた。ちょっとクンってなったっすもんね。クンってなった。すまん、勝っちゃおい。惜しい。伸びてないですか？いや、伸びてない、伸びてない。ちょっと避けたのかな。避けたかもしれんね。激しかったけどね、出方。あー、何匹もいた。ごめん、悪い。取れたな今のな。いや、ぼっちゃんやと思って、もういいや思ってたもん。このまま左だけでお願いします。すまぬ、重たい。だとうちでシーズンインが5月から12月まで今はやってますね。一番人気なのが6月7月がやっぱり皆さん来たがりますね。ちょっとそれは何か割と GT が集まる時期だと思うんですけど、その、まあ、釣れない日は釣れないんですけど、釣れる日に数が出る時期でもあります。サイズはまちまちですね。もうそのシーズンで全然違ってきますし、まあ、大きいのから10キロないちっちゃいのまで同じ場所にいますし、はい、そうですね、はい、はい。
ました。浅くなりますからね。出てないんだ。なんかごめん。階段ばっかり。電車つくぞったっちゃ。あ、来た。よし。おー、来た。よいしょー。バラしないよ、竹ちゃん。しんさん、カメラマンちょっと持ってもらってもいいですか。いやいよ。まあ、そりゃ。シグロン。ありがとう、かっちゃんね。
チョップ。いい？はい。いいですよ。ありがとう。過去ライブさんどれくらい最大？最大でちゃんと測ったので55キロ。ただ結構浅いところで出てしまうので取れてないやつも結構あると思います。はい、まあ、浅いのはやっぱり谷川翔の特徴でもあるんです。そうですね、基本的に浅い8割型浅いところでやってます。種子島はですけど、まあ、深いところも何か所かポイントがあってそういうところでも出たりするんですけど、ほぼやっぱりかけるところ浅いですね。はい、あんまりそうですね、おすすめはしてないです、はい、できればちょっと太いラインで行ってほしいなっていうところはあります。はい、はい、ちょっと浅い浅い言ってたんですけどそんなに構えずにどんどんチャレンジしてほしいですね。まあ、根ずれもあるかもしれませんけど、まあ、かけたら根ずれするってわけでもないので、はい、お気軽に遊びに来てください。よし、どこや？75、4、2、0、13、出なさい、出ていいか、変わりましたね、行くよ、来た、ついてる、乗った、もう見えてる。タモどこ行った？タモ、じゃあ行け。オッケー。違うやな。庄司さん、おめでとうございます。ありがとうございます。ナイス GT。皆さんのおかげでーす。こういう色黒いな。黒いね。ありがとうよ GT に。それじゃあ始めじゃ。それじゃない一匹。ありがとうございます。よっしゃー、じゃあリリース。はい、行きます。ありがとう。来たー。オッケー。イエーイ。イエーイ。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。カズヤ、これより石を加速するんか？するはずなんですけど、こっちに来たらもう緩むんですよ。いやいや、あの本陣はまだ行くはず。行くはずですよ。来てないですよね、最後まで。根のトップ越えたとこから潮が緩むんですよ。まだこっちが足りんじゃん。はい、本ちゃんの潮来てないやな。おー、やべえ、でかい。まずいっていう。
た。うん、浮いた。ロングやったね。ウェイナイスポン。えらい引いた。基本的に種子島の海域は浅いシャローな海域多いですね。で、根ずれが結構多くて、水深10メーター切るとこもあったりするんで、そういうとこのスリットに入っていったりするっていうのがよくあるんですけど、僕的には6号から8号をおすすめしてますね。ある程度こう糸を出しながら取るっていうのが一番ベストかなと思ってます。で、まあ、リーダーも、ナイロンの150、180を結構使ったりとか、そういうちょっと太めのタックルが、使用してますね。この時期の一番ハイシーズンだと思うんですけど、
なかなかそれが、まあ、はまらなかったというか潮の加減もあったんですけど、まあ、それなりに魚からのコンタクトもあってトップシンキング両方いい感じで釣れたんで、でもまあこの時期ならではの釣りでしたね。ぜひなんか平政の延長と思ってもらって、結構あの世界観が変わるんで面白いと思うんで、ぜひやってください皆さん。